えー、かれこれ、えー、電源入れてから5分近く経過するんですけども、エンターを押しても、えー、先進まないです。普通は進むんですけども、これ、青ケ圭介が何を記載しようとしてたかといいますと、ちょっとテレビの音声消しますね。 阪神タイガースの試合の5回、えー、阪神タイガースの裏の攻撃の時、ですね、えー、ランナーセカンドの時に、えー、近本選手がライト方向へ、えー、ヒットを打って、 で、えー、セカンドでアウトかセーフかのところで、まあ、アウトのジャッジをセカンドの審判がされたんですけども、センター方向からの VTR だと、えー、はっきりとわかります。左足の方がさっきベースについてるんですよ。で、それを、えー、ホームページに、まあ、映像を撮影はしてなかったにせよ文章で記載しようとしてたんですね。で、 これ、ね、なぜそうなってしまうか、確かに際どいタイミングなんですけども、センター方向から見たら、えー、政府の判断はつきやすい、えー、内容ですねで、立ち位置なんですよ、審判の方の,あの、センター方向に回り込んでおかなきゃならない、えー、なぜ、えー、セカンドベースよりもホーム寄りの方,方向のところにいたのかと。 そこであのライト方向に打球が飛んで、もうセカンドでのタッチプレーになるわけですから、ライト方向に飛んでる以上、センター側の方に回り込んでおかなきゃならない。これは、レフト側に仮に、えー、ツーベース製のヒットを打ったとしても、同じなんですよね。えー、まあ、グローブつけてるグローブ、うんうんと、レフト性に関して、レフト性に関して、左グローブの方が、 えー、まあ、うーん、セカンドにベースカバー入ってる時は、ホームベース側の方がいいかもしれませんけども、えっ、ー、とね、まあ、まあ、間違いなくライト方向で、えー、基本的に、やっぱりそうですね、センター側の方にいなきゃなりませんね。だから、まあ、VTR、センター方向からの VTR の現象の時に、 なぜその判断、政府の判断ができなかったのかというところ非常に謎ですね。そんなに難しい判断ではなかったので、左足の方が先きついてますね、ベースに。で、あとは問題のところは、このサイバー攻撃状態ですね。もうエンターをしても。 これがその今の現代社会の,そのサイバー攻撃における、もう今までいろいろなえ試合の勝ち負けの云々のところのことは言ってきました。審判がすべてかというと、審判がすべてではないんですよ。もう現場でみんなが見てますからね、スローの VTR。だから、そこでしっかりとしたジャッジ、え。ー 判定をね、自分たちの失敗した判定を、えー、しっかりと、えー、政府っていうことを言えないぐらいだったら、それはもう大したことがなさすぎる、それはもう今の政治経済でも、その制度交付金の話だけでね、政治心理、えー、倫理審査委員会で高速道路を作りすぎてるとで、エネルギーの残存量問題、これがもともと軸であったと、26年以上前からね。 それもしっかりとその当時の政府、えー、内閣の人たちと関わってますからああもうそのことは、えー、しっかりと分かりきってるわけでね、えー、間違えてることを指摘されたときに無理やりそれ通すのはやめましょうもう世の中めちゃくちゃですよこのサイバー攻撃はもう多分スポーツ界なんでしょうねきっと頭の中で考えている内容でそのこういうふうにね、えー、まあ 隠蔽をしてくるとでそれを指摘して、今、大山選手がこうヒットを打ったと。こういう形ですね、証拠の映像を自動は絶対強いんですよ、本当に。もう見たらはっきりと分かるから。